こんにちは、ゴルフファンの皆様。今回も、国内外で活躍している日本の女子プロゴルファーたちの最新の成績やスタッツを深く掘り下げ、詳細に分析していきたいと思います。この記事では、特に注目される古江彩佳選手、畑岡奈紗選手、渋野日向子選手などを中心に、今季のパフォーマンスに関する様々な角度からの興味深い視点を提供します。シーズン終盤に向けて彼女たちがどのような課題と向き合い、どのような成長を遂げているのか、詳細に分析していきましょう。古江彩佳のバーディ数とシーズン成績。まず、今季特に注目すべきは古江彩佳選手のバーディ数です。現在、彼女は年間バーディ数で3位にランクインしており、262個を獲得しています。この数字は、1ラウンドあたり 3.74 個のバーディを記録していることを意味し、バーディ率としては 20.79% と非常に高い成績を維持しています。特に興味深いのは、昨年の成績と比較すると明らかに改善が見られる点です。昨年は87ラウンドで315個のバーディを記録し、バーディ率は 20.11% で47位でした。今季はさらに安定したパフォーマンスを見せており、トッププレイヤーとしての地位を固めています。彼女が現在バーディ数で首位を走るローレン・コフリン選手、米国、との差はわずか7個であり、今後の大会で十分に逆転の可能性があります。このような接戦はゴルフファンにとっても非常に刺激的であり、今後の展開がますます楽しみです。畑岡奈紗と渋野日向子の苦戦。一方、畑岡奈紗選手と渋野日向子選手は、昨年の成績に比べて今季は苦戦しています。畑岡奈紗選手は、昨年は90ラウンドで369個のバーディを獲得し、バーディ率でも 22.78% とトップクラスの成績を収めていましたが、今季はそれほどの勢いが見られません。今年のバーディ数は205個で30位、バーディ率も 18.93% で43位にとどまっています。この成績の落ち込みは彼女のスイングやパフォーマンスに何らかの調整が必要であることを示唆しており、終盤のシーズンでの巻き返しが期待されています。渋野日向子選手もまた、昨年の勢いを取り戻せていないようです。バーディ数は146個で85位、バーディ率は 15.30% で144位と低迷しており、昨年の成績、37位から大きく後退しています。彼女の苦戦はゴルフメディアにとっても大きな関心事であり、今後のパフォーマンスの改善が期待されると同時に彼女の調整方法やメンタル面での取り組みにも注目が集まっています。古江彩佳のリカバリー能力とサンドセーブ率。さらに、古江彩佳選手のスタッツで注目すべきは、リカバリー率とサンドセーブ率です。リカバリー率とは、パーオンしなかったホールでパー以上のスコアを取る割合を示し、古江彩佳選手はこの部門で 65.52% という高い成績を収めています。これは全体で2位という非常に優れた数字であり、彼女のリカバリー能力の高さを証明しています。このようなデータから彼女が単なる攻撃的なプレイヤーでなく、困難な状況にも冷静に対処できるバランスの取れた選手であることがわかります。一方、サンドセーブ率では、彼女は 41.07% で81位にとどまっています。この成績は、バンカーショットでの安定性にまだ課題があることを示唆していますが、リカバリー率の高さを考慮すると、今後この部分を改善することでさらに成績が向上する可能性があります。西村優菜の躍進と渋野日向子の改善。西村優菜選手も今季、特筆すべき成績を残しています。彼女はサンドセーブ率で 64.18% という圧倒的な成績を記録し、この部門でツアー1位に立っています。このような高い数値は彼女がアプローチ技術や戦略的なプレーにおいて飛躍的な成長を遂げたことを示しています。特に、昨年は 49.47% で33位だった彼女が、わずか1年でこれほどの改善を見せたことは驚くべきことであり、今後のさらなる成長に期待が寄せられます。渋野日向子選手もまた、昨年の 44.04%、81位から 56.67% に改善し、現在4位にランクインしています。この大幅な改善は彼女が再びトップレベルのプレイヤーとして戻りつつあることを示唆しており、今後の成績向上が期待されます。終盤戦への期待。
シーズンもいよいよ終盤に差し掛かり、日本の女子プロゴルファーたちはそれぞれの課題と向き合いながら、次の大会に向けて調整を進めています。古江彩佳選手の安定したパフォーマンスや、西村優菜選手の躍進は、日本勢の未来に明るい展望をもたらしています。一方で、畑岡奈紗選手や渋野日向子選手の巻き返しも注目されており、秋のアジアシリーズに向けて彼女たちがどのように成績を回復させるかが大きな焦点となっています。これからの展開を見守りながら、日本の女子プロゴルファーたちの活躍に期待し、応援し続けましょう。